こんにちは、谷口幸太郎です。本日はこのロジクールという、ロジクールというメーカーのキーボードを買いましたので、この開封動画をしようと思います。 K480 マルチデバイスっていうやつを買いました。で、まあ開封動画いろんな人上げてると思いますので、今更の商品だと思いますので、ただまあ、今回これ私触ったことなくて、Amazon で検索して、単純に、本物見たことないのに買った感じです。なので全くわかんない状態で、なので今初対面なわけですね。だから、その状況をですね、まあ生かす動画にしようかなと思いまして。で、なので、まあキーボード、タブレットで使うキーボードになってまして、ここになんかスタンドがついてて、スマートフォンとかタブレットを立てれるっていう風になってます。で、なので、こいつを開けて、iPad をつないで使ってみようと思うんですが、まあ、今初めて開けるわけですよ。ね、初めて開けて、すぐ iPad に接続して寿司打ちをしようと思います。で、使いやすいキーボードなら、まあ、すぐにつながってすぐに寿司打ちができて、まあ、高得点が取れるだろうということで、まず何秒で、開けて何秒で繋がるかっていうのと、寿司打ち、どんぐらいの成績ができるかっていうので、まあチャレンジ的な感じで撮っていこうと思います。でまあ、かなり雑ですみません。雑なりにちょっと面白くしようかなということで、ちょっとやってみようと思います。じゃあ始めようと思います。まあ、ストップウォッチ、面白くないかもしれないですけど、まあ、使いやすいならね、すぐ使えるはずなんで、よっしゃ。もう今始まりましたから。お、こんな感じか、めっちゃでかい。あ、電池がこうなってますね、これ。これ使えるのかな？これいいのかな？あ、これ3秒。MacOS 3秒って書いてますね。説明書がこれついてます。3秒押した。これいいのか？点滅しますね。お、出てきた。あ、つながりました。びっくり。え、すげえ早くね。まだ1分ぐらいしか経ってないけど。え、できたぞ、これ。これもう動くの、これ。お、こんなこと言ってる場合じゃない。寿司打ちを早く開かないと。お、使える、これ。どうやんのこれ。ひらがな。あれ、ひらがなどうやんのこれ。ちょ、おいおいおい。どうやんだこれ。かな。あ、できた。あ、キーボードが、なんか Windows 調なんですけど、こう、なんか、Mac 風の表示もあって、iOS で使うときはこの下のボタン、下の表示を使うとできますね。こんな説明してる場合じゃないんだ。寿司打ち。いきなりできたな。あ、こんな感じ？結構これ倒れんな。あ、でもいいか。メガネかけてね。やべえ。まあいいか。ちょっと、まあもうやるか。あれ？始まんないな。
あれ始まんない。エンターキーを押してるんですけど始まんないですね。あれなんでだろう。スペース？あ、スペース。あれ何これ。スペースは聞くけどできねえぞ。どういうこと？なんでできないんだろう。あ、そっか、ひらがなモードになってるな、多分これ。さっき、すし打ちっていう検索するのにひらがなにしたんで。だから、エースにしたらいいのかな？これダメなの？何これ？意味わかんねえ。何これ？動かない。使えない。おいおい、なんだこれ。数値でできないってこと？ちょっと待ってください。よう分かんねえな。始まんねえな。始まんねえな。どういうこと？ググろう。どういうこと？すみません、無言で。全然わかんない。なんで使えないんだろう。動かねえな。
ちょっと違うブラウザにしました。サファリやめて、マイクロソフトのエッジってやつにしました。じゃあ、あ、動いた。おっと。表示点発生だよ。意味わからん。やべ。あれ、何の音だ。やべ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 。あー。1300円。あ、こんなもんすかね。すいません、なんか途中何分間か、いや最初からマイクロソフトエッジっていうのを使ってればかなり短い動画だったような気がするんですが、以上です。あ、感想ぐらい言うか。スマートキーボードに比べるとストロークが深くて重いですね。なんか重い感じがします。まあこっちが普通なのかもしれないですけど、でスマートキーボードに比べると横棒の位置がちょっと遠いというか、ここですね。まあ、遠いに、まあ、これも普通か。でもなんか普通のキーボードより縦に広いんじゃねえかな、なんか。なんか縦が遠いような気がするの気のせいかな。まあ、あれかな。ちょっとスマートキーボードに慣れちゃったところが、最近このタイピングゲームをスマートキーボードでやっていたせいで、なんか、逆に広いというか、まあ、そんな感じですね。まあ、ただ、別に全然使いにくくない。初めて使った割には、まあ、そんなに悪い点数じゃなかったような気がします。もっと早い、もうちょいいい点出るんじゃないかな。まあ、単純にこのスタンドついたキーボードが欲しくてですね、買いました。iPad のスマートキーボードですけど、うちの子供が動画見たりとかしてるときに、スタンドが優秀なので、まあ結構貸していて、でなのでうちの子が自分でなんかこう iPad で動画見てる間、自分の iPad でキーボードが使えない現象が起きて、なんかどうにかしたかったので、まあこれを子供に貸してスタンドとして使わすか、まあ自分で使うかはちょっと分かんないですけど、そういうちょっとこうどうしても使いたい時に使えるかなってことで買いました。まあそんな感じです。まあ使えそうです。で設定もとても簡単でした。では、以上です。バイバーイ。